結果、まあね、あの王子と新王子と全く一緒の理由。あ、うん、でこの西田原とから出てるのが王子駅に行くから、うんうん、なんかもう独立してる感じだね。そうそうそう。ただこの西田原本駅の方は、うん、あの連絡線がついてるから、あの要は誰か繋がってんね、うん、車庫の方に持っていけるように。ちょっと先のところで、北側の先の方やったかな、うん、繋がっとるのは繋がっとる。まあ面白い構造だよね。声が晴れない、やばい。何が声が晴れない。声が全然晴れない。多分後半の動画は使い物にならん。これはただの移動動画になると思う。やっぱ景色的には、うん、あの日中だよね。そうだね、当たり前なんだけどね。当たり前だけどね、うん、やっぱ24号線って、うん、2車線のイメージだけど、やっぱこっちは1車線だよね。あ、ここら辺はそうだよ。もうちょっと行くと2車線なんだよね。あ、そう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 。天に入る手前ぐらいかな。あ、これ道の駅なんだ。結構中にあるんだね。まだ大丈夫だけどな、どっかで。うさぎなところあったら入れといてもいいか。車線でぐらいの縛りつけても大丈夫。別になきゃ投げていけるで。で、ここから天理市に、ここから先がね、一気にバーッとね、なんか都市感出てくるからね。バイパスじゃないもんな。そうそうそう、横にバイパスが走っとくと、あれ、うん、で、そのうちずっとバイパスが寄ってくるんで、こっちの方に。あ、平蔵さん、あ、春にオープンするんや、こっちにまた柿の葉寿司で有名だったよ。あ、聞いたことある。あの近鉄の駅にいっぱい入ってるの。 あそこ、上本町駅とか、あとね、あ、焼き駅になった。この前、大和焼きで買ったわ。すっかり並べる一つやもんな、柿の葉寿司も。まあ、あれ、駅弁にするのにちょうどいいんだよな、確かに。車内でちょっと食べるのに。ちょうどよく、あの、あったかくなくても大丈夫やし。でも実は柿の葉寿司は発祥は和歌山なんや。奈良じゃないんや。なるほど。天むすとかと同じパターン。イエス。これは明確な理由があって、うん、なんでじゃあそもそも柿の葉寿司が奈良県で食べられとったのは奈良県なんだ、うん、要はまあ、木とか流木をさ運んだりとか、行商人が新宮の方に行きますと、はい、あの川に乗せて運んだ人たちさ、うん、木さんとかで取れたやつを。で、帰りに、要は当時はまだ物流とかが全然さ栄えてなかった時代やから、魚を持って帰るっていうのが難しいわけや、はい、で、新宮に行ったら新鮮な魚がいっぱいあるやん。だからその魚を向こうでも食べれるようにって言って、新宮で塩漬けとかああいうって牡蠣の葉に包んで加工して奈良まで持って帰って土産にして奈良で食べた。だからもともとは奈良では作れやんから、新宮で作ったのをさあ奈良の皆さん持ってきやって私とってやってやったから。で、今は物流が発達して奈良でも魚の仕入れができるようになったもんで、そのまま奈良でもう外現地で作られるようになった。なんかすげえ王将が出てきたぞ。あれ、この王将ってさ、前大阪王将があったそこすぐ近くやね、
ジャパンがあるやろ、天理ジャパンやろ、これ、はい、天理が作ったとこは、ここは天理ジャパン、うん、あの独特のおっちゃんで有名なジャパン、知らん、あの、わかんない、なんか一応なんか杉薬局に買収されたとは知ってたけど、あインパクト半端ないで、あのジャパンの、あ、看板の、あ、看板のなんかおっちゃん、そうそうそう、あ、なんかあれの銅像があんねん、天理ジャパンの方は、あ、銅像っていうのかな、あの像は、そうなんや、あのビッグボーイみたいな感じ、ビッグボーイはボーイやけど、こっちはおっちゃんやからな。アウトからマックに入った。え、なんでここんなとこも。どう、いやでもこっち側の方がいいんじゃないの。こういう時ってなんかついてる方行ったらろくなことになる。まあね、だいたいそういうことあるからね。単に右折台がすっげえ混んどって、あの、まあね、積んどるっていうパターンもあるけどね。あるから天理のところの料金所でそのまま払うっていう、この1キロ先の1区間ぐらい、300円ぐらい、いくらだったっけな、300円もしないか、でもそれしかな、さすがにこれマイナーすぎてあんまり俺も使ったことない、 ETC 初めてだもん、あ、そうなんだ、うん、これがなかなか使う人がいない、天の巻きぐり、こっちの大阪型でこっちの方に行く人しか乗使わねえな、しかもここパーキングの降り場がそのままここに繋がるっていうね、なかなかな構造やからな、あ、250円だ、まあ、いや、なんだいい、手前のところで一つ二つね曲がってもう入っとくっていう方法